こんにちは、ひめひまです。そしてこんにちは、ヨモチャンネルです。はい、はい、というわけでですね、今日はヨモちゃんとね、ひめね、ユニットでね、イエイ、骨と骨が落ちかった。ね、ユニットでね、ボイトレでね、あさってオーディションなんですけども、その練習をね、さっきまでしてました。それでですね、今日は、何をすると思いますか？わからないでしょ。歌の練習をしに行く。愛をしてきますね。というわけで今日はですね、ゆわちゃんに、ゆわももちゃんに、カバンの中身チェックをしていきたいと思います。イエーイ。何ですか？やっていきましょう。レッツゴーゴー。ゴー。はい、あらかじめ知ってます？知ってませんよね？知ってませんよね？マックの中身紹介するということは知ってませんよね？知ってませんよね？知るわけないですよ。知るわけないですよね？知るわけないじゃないですか。知るわけないじゃないですか。あ、そっか。そういうことで、ということで、ゆわちゃんのね、バックの中身から見るんじゃないですか。あ、じゃあバックじゃじゃーん。まず1個目はこれは、ママがセブンイレブンで買った、カバンの中、これはもういつも使ってる。これはまあおまけですね。はい、じゃあまずこの、ウエストポーチからちっちゃいもんには名前じゃないですか。入ってます。おじゃじゃん。おその中に入ってた。あ、知らないんだ。見れば、いや、違う、パスも。あ、パスも。え、なにこのパスも。かわいいでしょ。かわいい。シール貼ったんだよね。あ、シール貼ったんだ。そういうことね。はい、そうです。次、ちょっと。いや、やばいよ、そのリップ。何ですか？かわいい、これ。いや、わかんない。なんか、ママが、くじ引き？あー。福袋が取ってるんだよ。へー。じゃあ、次、こちら。あー、大物が入ってると思いきや。あ、入らないってことで。あ、じゃあ、財布の。え、所持金見てもいいですか？どうぞ。いや、やばいよ。いきますよ、所持金。大物っぽいけど。おい、笑うか。1円と10円と100円が入っちゃうね。多分これ合計300円ぐらいなんですよ。500円よ、入ってる。あ、それから5枚あるよ。なんか岩手で大金持ってそうだね。あの、イメージだけどね。持ち歩かないですか？持ってない。持ってないもんね。今日なんか貯金箱10円と100円しかないから、1円。あ、これは。あ、女子だわー。あ、紹介してください。これ10円。はい、これ10円ない。あります、かなり。これはね、私の大好きなランページの。僕とくんのシールいっぱい貼って飾り付けを。もうこれ充電ありません。いいね。あと空です。もうないね。早いな。え、少ないよ。はいよ。綺麗じゃん。綺麗綺麗。意外に女子だけど。え、なんか次女子っぽくない？あれだ。女子でーす。なんでこれ？うわ、女子や。ちょっといいですか？うわ、うわ、女子。メイクする人みたいな。メイクする人ね、あの、このね、材料、実は今日の朝、超機嫌が良かったので、そう。なんと、今日の朝、紹介しました。今日から女の子になりますとかいうやつ、どうですか？今までは、男子だったんですよ。違います。この人、おじさんだったんです。あ、おじさんだったんです。今までは普通の女って感じ。あー、そういうこと。女の子になったんですね。そうそうそう。じゃあ、これなんですか？これは、ババとお揃いの香水。歌にしちゃったね。やつ、これはすごい女子だと思われるじゃん、今日。うわ、これは高そうで安い1000円のアイシャドウ。え、これは自分用に買ったんですか？全部ママの。全然ママがあげるよ、くれました。あ、ビューラー。目に一切合わないよ。ビューラー。え、これはお母さん、ママだ。いや、わかんない。なんか、入ってた。ママも使ってたね。あ、これも入ってたよ。え、これ、なんか入ってた。ママの名前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 入ってもらいましょう。ママの名前入ってた。あ、これ汚いけど、でもこれチーク。違うの、チークじゃん。違うの、体に優しいチーク。もうチークですね、それは。めっちゃ好き。いらないんだよね。あ、リップ。今つけてる。超女子じゃん。うわ、女子じゃん。リップ？まあ、リップしかほぼ塗らないんですけど。女子じゃん。次なんですよ。あ、さっきは。あ、ほげがやばいんですよ。
だからあれで塗るわけですよ。塗る、あ、なんでか塗るんだけど、頭にこうやって、あれでしょ、すごいね。え、いや、あの、アホみがやばい。そのじゃん、どうなんの、そろそろやったから次元が違う。やったから。え、これは3年前に首絞められてるんですけど、3年前にもらったやつ。古すぎない。いくらなんですか。なんか手につけて、いい匂いってやつ。あー、いい匂い。これはこれはこれ、な、何ハンドジェル。ハンドジェルって。7位かい。あー、これね、なんかもらって。それは何ですか。アイライナー。うん、アイライナー。あー、名前知らないから。すげたいの。え、あ、何これ。あ、これリップ知ってる。リップそうか。おー、真っ赤だな。持ってきたよ、あるくらいの量だね。リップ何個あんの。いや、一回も使ってないよ。使ったよ。またまたチータ3級も。おー、今安くなったからよ、そこさ。あー、違う、全然普通に買った。そういうことで、お、スマホです。正解、はい、スマホ。はい、もう入ってる。あ、女子力高っ。めっちゃ高いんだけど。待って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 。これ絶対動画できない。どうでしょう。スーツの数ある。いや、あ、ちょっと足まって。いや、目立つのあるよね。スーツの数って初めて見た。何か、ももちゃん、いいですか。え、ちょっと何これ。いいよ。じゃん。お、これは LOL の。はい。もうかわいい。もし持ってきたっけ、もう。うん。うわ、たくさん入ってる。女子力高い。またこれ。これは、ヘローメンディーさんです。おー、メンディーさん、ちゃんつけるの偉い。じゃあ次、こちら。ホワイトカイト。これは、今日、ポテトを食べに行って、マックで、かわいい。ハッピーセットで、当たりました。ねえ。こちら潰れちゃってんじゃん。パピコの箱。おお、かわいい。これは、あ、これに入ってるんですよね。餃子です。餃子、見てください皆さん。ミニチュア餃子。かわいい。かわいい。食べてもらったもんね、ひまちゃんの。いただきました。こちら、あ、女子力高い。あ、ベルマークですか、まさか。女子力高い。ベルマーク、ベルマークの時点だよね。ゴミですか。はい、そうです。あー、はい、そうですね。スイカですね。スイカですね。いや、隠しましたので大丈夫ですよ。あ、パピコのね、さっきの方ですね。パピコ。え、見て見て見て、パピコ可愛くない。どれどれ。あ、いや、こういうの好きなんだよ。ももちゃんにこの味を紹介してください。どうぞ。これがコーヒー味で、はい、これがソーダ味で、はい、カルビサージで、はい、ありがとうございます。これは、これ、これいろいろ時期あって。これは枝豆ですよ。これは違います。うん、すごいね、こんないっぱい入ってる。でね、いくちょかのね、入ってた。いくちょかに入った。あー、うん、あー、あー。頭だけ。お、うわ、すげえ。いつから持ってるんですか。1ヶ月くらい。1ヶ月前、最近ね。おお。全然ないの。あの、あれみたいなのがあるんですよ。スノーみたいなのが。おお。今だけの子に。最後やります。何がありますか。これが取り合いですか。すごい。そんなのいいですか。すごい。若いから油がいっぱいあるのかも。ピチピチだから。あとさっきの、うん、そちらですね。あ、そうだね。ゆわ、ね、ちゃんから、ちゃんからももちゃんへの移動になりました。はい、ありがとうございます。すごいですね、女子力高かったですね。まさに踊られるという事件が。はい、というわけで今日はですね、ゆわももちゃんのバッグの中身を抜きチェックしました。はい、やっぱ女子力高かったですね。これゴミとかも入ってる。女子力高すぎる。これは我が子。我が子ってやっぱ動画的に面白くなるように。はい。あー、そうなんですか。ありがとうございます。
というわけでですね、もしこの動画が良かったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしく。そして今のバッグは岩ももちゃんのチャンネルで紹介していただくのでぜひ見てください。はい、ひまちゃんのバッグの中も紹介しちゃうので、ぜひ岩ももチャンネルの方も見てみてください。怖っ。